いですね。はい、こんにちは。今回は歴代世界王者の必殺パンチをランキング形式で紹介いたします。日本人ボクサーも入っておりますので最後までご覧ください。では早速参ります。5位はモンスターレフトの西岡俊明です。同じ左パンチでは山中選手と被りますが、西岡選手はジョニー・ゴンザレスという強いボクサーを敵地メキシコで倒したモンスターレフトが衝撃的でしたので、西岡選手を5位に選びました。西岡俊明、右から左ストレート強烈な左ストレート、西岡が詰めていくところ、左なんと一発だ。さっきあの世界のトップレベルに、ジョニー・ゴンザレスは元世界バンタム級王者で、後に長谷川選手を KO し、フェザー級でも世界王者になった強いボクサーです。西岡選手は世界王者として敵地で強いボクサーの挑戦を受けたのです。続きまして第4位は渡辺二郎の右フックです。渡辺二郎の右フックは様々なパターンがあります。カウンターで飛んできたり、右ジャブの後に飛んできたり、ワンツーの後に飛んできたりします。死角から飛んでくるので非常に見えにくいパンチなのです。この試合は敵地韓国に乗り込んでの防衛戦でした。対戦相手はどんどん前に出てくるので、右フックがカウンターでバンバン決まりました。前王者パヤオとの一戦ではワンツーの後に右フックが炸裂するのです。あ、鼻血を出しました。鼻血を出しました。それでは第5ラウンドの渡辺の強烈なダウンシーンをご覧いただきましょう。左のストレートが入りました。2のフック、パヤオが出てきましたね。渡辺が第3位は元世界フライ級王者のユーリ・アルバチャコフの右クロスです。ユーリのクロスが出るたびに当時の会場はどよめいたものでした。ムアンチャイに世界挑戦をした時もユーリの見事な右クロスが決まるのですが、これほど見事な美しい右クロスを見たのも初めてでした。ボクシングしますよね。そうですね。あと、まあ、チャンピオンもかなりやっぱりキャリアあるからずる賢いところありますからね。はい、まあ、右のストレート、かなりありますよ。かなりありますね、あと右効いたかな。さあちょっとグラッときたか。ちょっと効いたかな。画面の左チャンピオン、左のジャブです、いいですね、あー飛び返った。聞いてますよ。ゴン。さあこれ第1ラウンド終了したわずかあと、鶴太郎さんこれ今日有利の連打、フロープに詰める、有利チャンスだ。左を軽くついて右、右ストレート、右ストレート、右やった。続きまして第2位はトーマス・ハンズのチョッピングライトです。ハンズはフリッカージャブからの右打ち下ろしのコンビネーションで KO の山を築きました。
10 previous world title fights. ハーンズのチョッピングライドで強烈だったのは、石の拳のデュランをわずか2ラウンドで KO した一戦です。1位に行く前に番外編として元 WBA 世界ウェルター級王者のアイク・クオーティーを紹介したいと思います。クオーティーの必殺パンチはなんと左ジャブなのです。東洋では敵なしの OPBF 王者パクとの防衛戦では左ジャブだけで TKO してしまったのです。パクが10発のパンチを放ってもクオーティーはガードを固め、その後左ジャブ一発でチャラにします。第1位は破壊力抜群のマイク・タイソンのガゼルパンチです。タイソンはガゼルパンチだけでなく右アッパーの二段打ちという必殺パンチも強烈でした。ガゼルパンチは相手のパンチをダッキングで避け、そこから伸び上がって相手の懐に飛び込みながら左フックを叩きつけるパンチです。This is how he did it. Measured him up. Missed with that, not with that. 世界戦ではカール・ウィリアムスを相手に1ラウンドでガゼルパンチ1発で KO したのです。1ラウンド1分20秒、タイソンダウンを奪いました。カール・ウィリアムスさん